じゃあテーマは何なのか開いていきましょう。はい、はい、銀河鉄道の夜です。どれぐらい有名なのか次のページいきましょう。83年前に出た本なんですが、学校の授業でもやったことがあるという人が多いのは国語の教科書にも載ってるからなんですよね。で、大学の入試問題なんかにも採用されたり、日本人にとってはもうかなり愛されている作品ということが言えます。その上で書いたのが右の宮沢賢治という人ですね。宮沢賢治さん、岩手の人なんですけどもね、はい、ここでまず最初に誤解されたくないのが、すごいインパクトのあるタイトルじゃないですか、銀河鉄道って。確かに。だから他の作品で間違えてる人いないかなと思うんですけど、銀河鉄道39の方ざっくり言いますと、惑星と惑星の間をですね、列車型の宇宙船で旅をする宇宙旅行。もしかしたらですね、原作がこれでアニメがあっちって思ってる方もいるかもしれない。ただこの2つは全く別の作品です。それではいきましょう、次のページ。すごい、すごい、中田式銀河鉄道の夜、始まり始まり。まず気になるのは最初のシーン、どっからだろうっていうことですよね、うん、はい、それではファーストシーンいきましょう。次のページ。主人公ジョバンニが学校で授業を受けている、うん、他の登場人物の名前が、はい、カンネルだ、うん、そしてザネリ、ザネリ、ザネリ。最初に引っかかるのがここ、うん、つまり次のページです。キャラクターの名前が独特っていうところがだいぶ他の作品と変わってますよね、うん、でヨーロッパっぽい雰囲気ですよね。ところが舞台はヨーロッパではないんです。はい、舞台はこちらです。次のページ、これ岩手なんですよ。なんでかと言いますと、宮沢賢治というのは非常に岩手が大好きな作家さんで、岩手で生まれ育って、作品のほぼ全ての舞台が岩手県を舞台にしているという作家なんですね。じゃあ岩手にジョバンニいないだろう、まずはツッコミ入りますよね、うん、ところが賢治にとってはですね、ジョバンニが岩手にいるということは違和感がなかったんです。なぜ違和感がないの、なんで、賢治はですね、岩手のことを岩手とは呼んでないんです。ちょっと勘弁してよ、岩手こう呼んでたんです。次のページです。これは賢治がですね、岩手をこう呼んでいたんです。宮沢賢治はですね、すごい、岩手の城吉っていうよりはイーハトーブのジョバンニって言った方がおしゃれなんだと思ったんです。つまり次のページ、おしゃれな世界観をプロデュースしたかったから。でもこれだけ言うとですね、皆さんちょっと変わった人だなって思うと思うんですが、でもこれはみんなよくやってきたことなんです。リューチェルさんがそうですよね。リューチェル、本名を比嘉隆二と言います。ただ彼は沖縄県から来ました比嘉隆二ですという登場の仕方はしなかったんです。彼はチェルチェルランドから来たリューチェルですとこの世に現れたわけですね。リューチェルも非常におしゃれにこだわってる人ですよね。確かに自分の作りたい世界観があるんですよ。なるほど、世界観ね。こういう世界観を含めて皆さんに楽しんでいただきたい。あ、なるほど。そういう意識が高かったことを表す写真があります。それ右のページなんですけども、うん、はい、宮沢賢治で一番有名なのがこの写真なんです、うんうん、このシルエットはですね、おしゃれなので結構グッズとかになるんですよ、うん、このコートで帽子で下向いてる、うん、これパッと見るとですね、自然を愛した賢治が田園をなんとなく歩いてる時に友達が写真を撮ったのかななんて思うじゃないですか、うん、はいはいはい、何気ない、うん、何気ない感じ、うん、でもそうじゃないんです。え、この当時写真というのは非常に貴重ですよね。貴重だ、確かに。撮るってなったら一大事だ、うん、写真館で撮るのが普通だ、うん、じゃあなんでわざわざ田園で撮っている、うん、これはですね、右の写真を見てください。かの有名な音楽家ベートーベンが田園を歩きながら田園という歌を作った、そんな有名なエピソードのあるおしゃれな写真です、うん、これをやりたいと友人に言ってですね、ベートーベンと同じように田園に行ってベートーベンっぽい格好をしてですね、ベートーベンのポーズをして321ガシャンで撮ったものなんです。ロケをしてんの、わざわざ、そう、ロケをしてるんですよね、秀さん。じゃあその中でそのジョバンニたちがどういう学校生活をするのかちょっと見ていきましょうか、はい、ここで注意なんです、はい、ここで第一の挫折ポイントがやってまいります。何ですか。銀河鉄道の夜、キラキラしたものを見たいと思って開いた、ところがそのジョバンニの学校生活は次のページ、地味に嫌なことがたくさん起こるんですよ。ですから最初にタイトルだけ見てバーって読み始めると、なんか地味に嫌なことが起こるから離れちゃうって人も中にはいる。なるほど。
でもこれね必要なことなんですよ。その後に本当に銀河鉄道綺麗な列車乗ります、本当に。でもそのそれがいきなり乗るのと辛い生活を送ってた主人公が乗るのではどっちが気持ちよさそうでしょう。つまりやっぱりここでも宮沢賢治プロデュースが効いてるんです、前振りですから、逆にここは皆さん地味に嫌だなっていうのを楽しんでいただきたい。じゃあどんなことが起こるのか、まずは学校生活です。次のページ、同級生に同級生に父親の仕事をいじられる。いじってくるのは先ほど出てきましたザネリーということです。ザネリー、これねもういじめっ子なんですよ。ジョバンニのお父さんというのは遠洋漁業に出かけてる漁師さんで、なかなか帰ってこれないんですよ、ジョバンニ寂しい思いしてます、それをいじってくるんですね。どういじってくるかというと、ラッコの上着、ラッコの上着って言ってくるんですよ。ラッコの上着、これ分かんないですよね。フランス分かんないです。ラッコの上着って言われても何だかよく分かんない、これただねこの当時は悪口だった。なんでかって言いますと、ラッコの上着というのはある時期ですね高級品として本当にあった服なんですよ。ですが今我々知りませんよね、なぜ知らないかというと、禁止されたんです取るのが。一時期乱獲されてラッコが減ってしまうということで、保護のためにもラッコは取っちゃいけない、つまり取る人はですね密猟者だって意味なんですよ。これで分かりましたね。なるほど。おいお前の親父そろそろラッコの上着持って帰ってくるんじゃねえか、こう言われるわけですよ。そうなんです。つまりお前の母ちゃんデベソならぬ、お前の父ちゃん密漁者。いやー桁が違うよ。そっちの質の高いいじめ。そういう意味なんです。嫌なやつだな。嫌ですよね。嫌だ。学校で結構いじられてますから、放課後ぐらい楽しくいてほしいですよね。さあ放課後どうなのか、次のページ。放課後のバイトがえぐい。この本を最初に読んだ時、僕ねこんな仕事があるって知らなかったので理解できなかったんですよ。その仕事の名前が活字拾いっていうものなんです。活字拾い。今ですと皆さん印刷ったらプリンターでね、インクジェットとかバーンっていきますけれども、この当時はですね、こう見てください、小さい文字を彫り込んだ金属製のプレートを一生懸命並べて、そこにインクをつけて紙に写すという作業をしてたんです。これつまりですよ、原稿用紙1枚400字なんて簡単に言いますよ、でペンでは書けますよね。じゃあ400字ポン、これ活字にしてってなった時にどれだけ大変か。文字といってもひらがなだけじゃありません。漢字やカタカナ、濁点、半濁点ありますよね、それら全部が下の写真見てください、こんな棚に並んでるんですよ。これが子供たちの仕事だった。そうなんです、特にですねジョバンニはお家が貧しかったんですよ。ですからやっぱり辛い仕事でもお金の割がいいお仕事をやんなきゃいけなかったんですね。それでこれ一生懸命やってた。で同僚は結構大人もいるわけですよ。そんな大人たちにつけられているあだ名が虫眼鏡くんです、そんなバイト生活が終わりました。家ではちょっとホッとしてほしいですよね、ところが次のページ、何何あらお母さんがね病で倒れてるんですよ。あらあらら、ごほごほなんて言ってですね、ジョバンニお帰りなんて言うんですけども弱気なんです。俺も読めない。辛いですね。せめて元気になってほしいから玄関に牛乳が届いてるから取ってくるよって言うんです。お母さん待っててねって言って、玄関に行ったんですね、そして郵便受け開けたんです、すると次のページ、ここへ来て痛恨のミス。なんだ届いてないって何なんだ、自分のだったら我慢しますけどお母さんにあげたいから、これ序盤で一生懸命この牛乳の配達元まで行くわけですよ。すいませんと、届いてなかったんですけどと、これ言ったらですね普通はあすいませんでしたこれすぐお持ちくださいなるわけですよね。そうでしょ。ところが次のページ、担当者が不在なので明日来てください。やだ何とマニュアル対応この当時から今日欲しいのにと言いながらで帰ってる。それ普通に帰れたらまだよかったんですけど、ここで次のページ、グループ引きずれてわーゲラゲラゲラっていう声が向こうから聞こえてきた。あーやっべーザネリだと。でも一本道なんですよ、すれ違わなきゃいけないんですよ。気づかないで気づかないで、おいジョバンニじゃねえか、言ってくるわけですね。おいジョバンニいるぞ、おいなんか歩いてんだけど、おい言われるわけですね。あ今度何言われるんだろう、またどんないじりされるんだろう、ザネリ言うわけです。おいラッコの上着、マジで同じいじりしてきますから。でもよく見てほしい。もっと嫌なのがですね、奥に見てください、これカンパネルラいるんですよ。本当だ、いました。このカンパネルラというのはですね、ジョバンニの憧れの親友なんですね、本当に大好きな友達なんですよ。
で2人だったら、まあ、気さくに話せる関係なんです。ところがやっぱりザネリの一味でかいので、友達の友達の付き合いで、まあ、ここにいなきゃいけないわけですよ。こういうことって昔ありませんでした？ありません。あいつとは喋りたいんだけど、あいつの周りにあいつとあいついるからちょっと近づけねえなっていう時、標的にされちゃうみたいな感じ ね、 あるね。だからカンパネルラも喋りたいけどちょっと近づけないな今はっていう申し訳なさそうな目で見てるし、ジョバンニも近づけない、この感じ、これなんかみんなの心にちょっと分かるもんありますよね。そういうやついたなーなんつって。しかもそんな立て続けに起きたそんな嫌な日が、次のページ、まだお祭り、なんじゃそりゃ、町一番の大きなお祭りの日なんです。はい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 。振り返りましょう。父親をバカにされました、放課後のバイトきつかったです、お母さんは病気です、牛乳届いてません、マニュアル対応です、ザネリ来ました、そんな日がお祭りの日でした。お祭りにもこれから行けないし、行けてない、お母さんも病気だ、牛乳もないない、なんて日だ。そう思ったジョバンニは心がバーンと弾けてですね、ザネリとすれ違ってザネリたちをお祭りに行くんです。その逆方向走り出すんです、バーッと丘の上に登るんですね。ただ一人になりたくて、あまりにも辛いから丘の上でバーンと横になって空を眺めた、すると星空がキラキラと輝き出して、列車の中にいたんです。その列車、さあここから銀河鉄道の始まりです。急にじゃない、もう乗ってるの？そう、さーっといきなりいるんです。これが銀河鉄道のオープニングの演出なんですよ。これ乗った瞬間に、ってならなかったの、目の前にある人が乗ってたからなんです。誰が乗ってたのか、誰、そう、あんだけ話したかった二人きりになりたかった憧れの親友カンパネルラが目の前にいたんです、はいはいはい、なぜだろう、わからないけれども、カンパネルラはそこで口を開くんですね。次のページ、ザネリはもう帰ったよ、ね、まあ、ほっとしますよね、あ、ザネリもういないんだなと、お父さんが迎えに来たんだ、あ、なるほどな。その次に続けます、次のページ、お母さんは僕を許してくださるだろうか、これはちょっとよく意味がわからないな、これね、この段階ではよくわからないままなんです、はい、ところが後に少しずつ明らかになってきますので、今は頭の隅に留めておいてください、はい、ともかくですよ、銀河鉄道に乗ってその目の前にはカンパネルラがいる、あれだけ辛い毎日だったことを考えれば、それがいかに素晴らしい幕開けなのか、皆さん心の中で今理解できていると思います、そうか、さあ旅がここから始まります、電車の旅となるとやっぱり見たいのは何でしょうね、路線図見たくないですか、おお、見たい見たい、旅といえばやっぱり路線図醍醐味ということで、今回ご用意しました、銀河鉄道の路線図をまず見ていただきます。次のページです。これね、説明しますと、左下の北十字という星座から右上の南十字という星を目指すんです。この北十字も南十字も実際にある星座です。そうです、ここに出てくる星々は全て実際にあります。そしてこの綺麗な星の帯、これをですね、天の川というんですね。皆さん、これはですね、天の川に沿って北十字から南十字に向かう電車なんです。ちなみに天の川というのは、地球が太陽の周りを回ってて、その太陽を中心に回るグループを太陽系っていうのはご存知ですよね、その太陽系の他にもそういうグループがあるっていうことはご存知ですか、そのグループの集まりいっぱいあるんですよ、太陽系みたいな、なんとか系みたいなのがいっぱいあって、その塊を銀河という、この銀河もたくさんあるんです、なんとか銀河、なんとか銀河、その中でも我々のいる銀河のことを天の川銀河と呼ぶんです。この路線いよいよ出発しましょうか、はい、出発してですね、最初に止まるのが白鳥の停車場というところです。白鳥座の近くの停車場に降りるんですね、カンパネルラと一緒にね、降りてみようかって言うんですね。駅舎はあるけど駅員はいない、なんだかぼーっと周りが光ってる、降りてみるとですね、川が流れてるんです、河原なんですよ。でその砂利のところにいろいろ水たまりがあるんですけど、水も普通じゃないね、ちょんって足をつけると、足をつけた瞬間だけその水がポッと光る、綺麗ですよね、いや綺麗、ここ普通じゃないよって言いながら、さっと砂利を手ですくう、見てカンパネルラ、これ全部水晶だよ、綺麗なんですよ、そこにあるものは全て美しい宝石や不思議な液体で満たされていたんです、この景色とてつもなく美しいので、ここが一番ファンを
魅了させてるところなんですね。私が喋って説明するのもいいんですが、この風景に魅了されたクリエイターさんがそれを忠実に再現した映像を作った作品があるんですよ。それが非常に僕は見てですね、あ、これ素晴らしいなと思ったので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。見たい、映像で見る銀河鉄道の風景見ていただきたいと思います。さあ、銀河鉄道の風景を映像化した CG 作品、こちらブルーレイで出ています。さあ、まずはですね、こちらが丘の上でジョバンニが見てた風景です。あ、右下に何か櫓のようなものが見えますね。 あの櫓のようなものは三角標というもので、昔地図を作る時の測量なんかで使われたみたいです。ですから昔の田舎の風景にはこの三角標がいっぱいあったみたいなんですね。その三角標がぼんやりと光るところから始まるんです。その三角標がぼんやり光ったと思うとこんな声が聞こえる。銀河ステーション。そして星空が一面にブワーッと光を増して自分に降り注いでくるかのような感覚を得る。さあ、もう中だ。目を開くとそこは列車の中でした。さあ皆さんご覧ください。こちらが銀河鉄道の風景です。すごいね。美しいですよね。窓から外を覗くといろんなものが見えてきます。すごい綺麗。さあ、ここでたなびいているのは銀色に輝くススキです。銀色のススキが風でゆらゆらと揺れて波を立てているんですね。そして地面に咲いているのはリンドウの花です。野原一面にはですね、このリンドウの花がぼんやりと光ってるんです。そして綺麗だね。リンドウの花以外にも先ほど説明した三角標がですね、青白い光をたたえながらそこここに佇んでる。そして列車の線路に並行して白鳥がたくさん舞っている。うわ、花や草や鳥だけじゃないんです。先ほど説明した河原にはぼんやりと光る不思議な水、そして水晶や宝石などでできたきらびやかな砂。こんな幻想的で美しい風景を眺めながら旅をすることができるのが銀河鉄道なんです。素敵。すごい映像。ありがとうございます。宮沢賢治のこの銀河鉄道の最もすごいところがここなんです。次のページ。え、宇宙旅行ではないということなんですよ。最初に申し上げたようにですね、銀河鉄道999は惑星の間を宇宙船が旅行する宇宙旅行ですよね。現実にある宇宙を旅行しているという設定でした。ところがこれはどうでしょう、宇宙ではなさそうですよね。なぜなら草花が生えていて鳥が飛んでるわけですから。ところが現実の岩手でもなさそうですよね。そうなんです。これはですね、右のページ見てください。まさに天の川の輝きと岩手の美しい風景のその間の世界なんです。これは完全に宮沢賢治のオリジナルな世界なんです。つまりあの櫓が輝いてたじゃないですか、はい、あれは単に適当に輝いてたわけじゃないんです。あれは全てですね、夜空の星の配置と同じように置かれているんです、うん、そして実際に水が流れる川があったじゃないですか、はい、あれが天の川を表しているんです。はあ、岩手県にはですね、北上川という縦に一本流れる大きな川がありまして、はい、それに沿うようにですね、岩手軽便鉄道というのを、走ってるんですけれども、その岩手の原風景と天の川とを合わせた世界、それを完全にオリジナルで作っているからこそファンはこの風景に魅了されると何度でも読みたくなるんです。ここをですよ、大好きな親友と旅できたら最高ですよね。旅するんです。いろんなものを見ます。いろんな会話をします。ここがとても美しい。
だからこそこの授業ではその部分をお預けにしておきたいと思います。ここはですね、映像もいい、私の説明もいい、でも宮沢賢治の書いた文章で読むと最高に美しいです。お話はその旅をするだけでは終わらないんです、はい、とある駅で急展開を迎えていくんですね。次のページ、あれ、うん、わしの停車場で大勢の人が乗ってくるんだ。そう、ゾロゾロといろんな人が乗ってきます、うん、それまでもいろんな駅でですね人が乗ってきたりはしてるんですよ、うん、ところがここでゾロゾロゾローと乗ってきて、どこから来たんですかと何の気なしに聞いてみました、うん、はい、するとこんな答えが返ってきた。次のページ、私たちが乗っていた船は氷山にぶつかり座礁したせいで沈みました。それで今ここにいます。さあどういうことなのか、うん、ちょっと衝撃のセリフですよね。え、何なの、どういうことなの、序盤にも思いました、うん、ただですねこの船実は非常に有名な船なんですよ。そうなんです、次のページ、嘘だ、ここで、どういうこと、どういうこと、タイタニックだ。そう、かつてですねハリウッド映画でディカプリオ主演で大ヒットしたタイタニックという映画、皆さんご記憶にあると思います、はいはい、このタイタニック号というのは実在した船なんですよ、はいはいはい、そしてこの事件というのが、はい、ケンジが16歳の時に起きた事件なんです、そう、つまり思春期の時に起きた強烈な大事件、それをケンジは自分の作品に後に取り入れたということなんです。なんだか現実のようなフィクションのようなわからない状態になってきましたよね。さあタイタニック号に乗っていたという人が乗ってくるということは、ここでジョバンニも気づくわけですよ、もしかしてこれってそういうことなのかな、でもカンパネルラには聞けない、この人たちにも聞けない、そう思っていた時にとある音楽がどこかしらか流れてくる、その音楽がこちらです。ドボルザークという人が作った新世界という歌、新世界だ、まるで何かを暗示してるかのようですよね。どういう時に流れる音楽ですかね。先ほど言った下校の時とか、帰る時、図書館でも流れたことありません、閉館の時とか、何か終わる時によくかかる音楽ですよね。人工屋とかもそうだ。走行しているうちに電車はこちらへ向かうんです。次のページ、ちょっとやばいぞこれ、やばいですよ。そう、終点である南十字星に向かうんです。そう、この旅というのは思い出せば十字から十字へ向かう旅でしたよね、うん、はい、それも全て何かを意味していたのかもしれない。さあ南十字星にはですね大きな大きな光り輝く十字架がそびえ立っているんです、はい、そしてそれまで乗ってた全ての乗客がゾロゾロと降りていくんですね、はい、でジョバンニはちょっと待ってよ、行かないでって言うんですが、みんなハレルヤハレルヤと言いながら十字架の方に歩いていってしまう。気づくと全ての乗客は降りて、電車の中には自分とカンパネルラだけになっていました、うんうん、そして列車はですね終点を越えて少し走り出します、うん、しかしそこはですね闇の中の方に近づいていくんですね、嫌な予感しますよね、不安なんです。序盤にもすごい不安になったんです。だから何回も言うんですカンパネルラに、うん、カンパネルラ、ね、僕たちずっと一緒にいようね、うん、直接的なことは言わないんです。だけど何か嫌な予感がするから何度も言うんです、うん、ね、カンパネルラお願いだから一緒にいてね、一緒にいようね、うん、何度も確認した、その最後に確認した一言の時、ふとカンパネルラを見ると、次のページ、何、そこにカンパネルラはいなくなっていたんです。いない。ジョバンニは涙が溢れ出して叫びました、カンパネルラと。そしたら次のページ、元の丘の上で目が覚めた。何なのか、夢だったのかどうだったのか、ぼんやり意識はしているけれども起き上がって丘を下がるんですね、うん、すると川の方に人だかりができてる、うん、何だろう、何があったんですか、聞いてみる、すると次のページ、子供が川に落ちたんだと誰かが言うんです。やだやだ、もしかして誰ですか、聞くわけですよ、もしかしてって思うわけですよ、もしかして誰ですか、落ちたのはザネリだ。え、ザネリですか、え、じゃあザネリはどうなったんですか。ザネリは助かったよ、助かった、助けてくれたんだ、
友達が誰ですか、誰がザネリを助けたんですか、カンパネルラだ、うん、カンパネルラはどうなったんですか。するとそこにカンパネルラのお父さんがいたんです。そしてこう答えました。次のページ、もうダメです、落ちてから45分が経ちましたから。ここで全ての謎が明らかになるんです。銀河鉄道に乗った時に最初にカンパネルラが言ったセリフ、うん、思い出してほしいんですね。右のページにあります。ザネリはもう帰ったよ、お父さんが迎えに来たんだ、うん、つまりザネリは生き返ったよ、うん、お父さんの元に戻れたんだ、そしてお母さんは僕を許してくださるだろうか、友達のために自分の命を投げ打ったこの僕をという意味だったんです。ここでジョバンニは衝撃の事実を知り呆然として家路に着く。物語はここで終わるんです。実はですね、銀河鉄道の夜最大の挫折ポイントがここにあると僕は思うんですよ。つまりどうですか、終わり方あまりにも悲しくないですか。そう、あれだけ美しかったがゆえに、うん、終わり方の悲しさ、その衝撃があまりにもでかいんですよ、うん、だからこそですね、読んだ後にこれは何の話だったかっていう説明難しいですよね、うん、どういうお話だったのか、うん、ただですね、僕は宮沢賢治はこのお話を通してすごく伝えたかったことがあると思うんですね。ですからそこをやっていきたいと思います。それを知る鍵になるのはですね、カンパネルラの死に方と銀河鉄道の美しさにあると思うんです、うん、ヒントになるのが宮沢賢治のもう一つの代表作、次のページ、うん、雨にも負けず。これもですね、やっぱり有名だけど内容がしっかりつかめてない人が多いんです、うん、振り返ってみましょう。頭の2行有名です。雨にも負けず、うん、風にも負けず、うん、これ聞いてますよね、うん、はい、その上で最後の2行もすごく有名です。そういうものに私はなりたい、うん、これ有名ですよね。じゃあここだけ覚えてる人にとっては、雨にも負けず風にも負けずそういうものに私はなりたいってなると、なんだかこう、なんだろう、我慢強い人というか、まあ、なんか忍耐強い人みたいなことなのかなって思うじゃないですか、はい、でもそうじゃないんですよ。この話のポイントはですね、2段目の右端からの数行にあるんですね。東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい。つまりこれ、雨にも負けず風にも負けず何してるんでしょう。つまり雨にも負けずというのはタイトルを付け足すとしたらこうなんじゃないでしょうか。次のページ、雨にも負けず誰かのために、こういう歌なんですよ、はい、僕はですね、この詩と銀河鉄道の夜を合わせて読んだ時に何か一つのものが浮かび上がってきたんですね。僕はこの詩を読んで、そういうものに私はなりたいという賢治の言う、そういうもの、そういう人っていうのが誰なのかふと浮かんできたんですよ。宮沢賢治が理想とするそういう生き方をした人としての象徴、それこそが次のページ、カンパネルラだったんじゃないかなって僕は思うんですね。ですからこの2つの作品は全く違う作品のようでいて、一つのことを言っているようにも見えるわけです。つまり宮沢賢治さんという人は作品を通してこういうことを伝えていたのかなと思ったんです。次のページ、すごいな、人のために生きることこそが本当の幸せなんだと。これ大きいテーマですよね。すごくこの人って純粋で理想の高い人だなって僕は思いました。ただこれがスッと入ってくる人ってそんなに多くはないかもしれないなとも思うんです。というのもあまりにも美しいじゃないですか、人のために生きて、それの究極として自分の命さえも使う覚悟を厭わない、それってあまりにも美しい。例えば綺麗事だっていうふうに済ませる人もいると思うんですね。ところがこの宮沢賢治の考え方っていうのはそういうふうには思われないで日本人の心に届いていることが多いんです。それはなぜか、それは雨にも負けずという作品、その発表のされ方にあったんです。実は雨にも負けずという歌、作品ではないんです。どういうことか、つまり次のページ、
あれは死を目前にした賢治がただ自分のために書いたメモだったんです。どこかの出版社に持ち込んだわけでも誰かに見せたわけでもないんです。病の床で自分の死の危機を感じながら自分に宛てて書いたメモ、それが死後発見されてみんなの目に触れて我々に届いているということなんです。すごいことですよね。すごい。あれを自分だけのために書いていたんだと、それを知った時に我々はその背景も含めて宮沢賢治という人の考え方に触れるんですね。そして何を隠そう、銀河鉄道の夜もまた未発表の作品なんです。どこから本にされたわけではなく、死の直前まで推敲に推敲を重ねていた自分のための作品だったんですね。それが死後発見されて人に届いた、そういうことだったと。つまり宮沢賢治にとって死はすごくリアルなところにあったんですね。だからこそ彼にしか言えないメッセージをそこに託した。よくよく考えてみればですよ、もう一つの鍵であるあの銀河鉄道がなんであんなに美しかったのか、それは宇宙と岩手の間でありながら天国と現世との間でもあったからじゃないでしょうか。いろんなね物語が死にゆく人々の恐怖を癒すためにいろんな物語を紡いできたと思うんですよ。天使が運ぶとか仏様が迎えに来るとか、でもそうじゃない日本ならではの日本人にとってとても癒される美しい天国への旅立ち方、そんなものを宮沢賢治は彼独特の優しさで演出したのかなと僕は思ったんですね。だからこそこんな教訓を僕たちは学びたいと思います。次のページ。死ぬことは悲しいし怖い、でも人のために生きたという充実感があれば納得して旅立てるのかもしれない。これを宮沢賢治から僕は学び取りました。皆さんが何を学び取るかはまた別の話です。賢治というのはですね、珍しいのが地元の人からですね下の名前で呼ばれてるんですよ。僕もずっと賢治賢治って呼んでますよね、宮沢賢治はですね賢治賢治って岩手の人から呼ばれてる。そういう人って珍しくないですか。芥川龍之介をみんなで龍之介って呼ばないですよね。確かに川端康成のことを康成って言わないじゃないですか。でも地元の人から賢治とか賢治さんって言われてるのは実はですね作品以上に彼自身が愛されてるからだと僕は思うんですよ。つまり彼の本当の代表作は銀河鉄道の夜、雨にも負けず以上に宮沢賢治という生き方そのものだったのかなと思うんですね。ですから今回の授業を受けてその生き方に触れるためにもですね銀河鉄道の夜を読んでぜひ岩手に足を運んでいただきたいと思います。そしたらその時かつて笑っていたあのイーハトーブが現実となって現れるかもしれません。本日の授業は以上でございます。名作文学銀河鉄道の夜を読み解く中田先生の授業いかがでしたか。誰かのために生きるそんな人生を送れればあなたもきっと銀河鉄道に乗れるはずです。一本道なんですよ、すれ違わなきゃいけないんですよ。気づかないで気づかないで、おいジョバンニじゃねえか、言ってくるわけですね。おいジョバンニいるぞ、おいなんか歩いてんだけど、おい言われるわけですね。あ、今度何言われるんだろう、またどんないじりされるんだろう、ザネリ言うわけです。おいラッコの上着マジで同じいじりしてきますから。でもよく見てほしい。もっと嫌なのがですね、奥に見てください、これカンパネルラいるんですよ。本当だ、見ました。このカンパネルラというのはですね、ジョバンニの憧れの親友なんですね、本当に大好きな友達なんですよ、で2人だったら、まあ、気さくに話せる関係なんです。ところがやっぱりザネリの一味でかいので友達の友達の付き合いで、まあ、ここにいなきゃいけないわけですよ。こういうことって昔ありませんでした。 ありません。あいつとは喋りたいんだけど、あいつの周りにあいつとあいついるからちょっと近づけねえなっていう時、標的にされちゃうみたいな感じ ね、あるね。だからカンパネルラも喋りたいけどちょっと近づけないな今はっていう申し訳なさそうな目で見てるし、ジョバンニも近づけない、この感じ、これなんかみんなの心にちょっと分かるもんありますよね。そういうやついたなーなんつって。しかもそんな立て続けに起きたそんな嫌な日が、次のページ。まだお祭り、なんじゃそりゃ、町一番の大きなお祭りの日なんです。はい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 、はい、
振り返りましょう。父親をバカにされました、うん、放課後のバイトきつかったです、うん、お母さんは病気です、牛乳届いてません、マニュアル対応です、ザネリ来ました。そんな日がお祭りの日でした。お祭りにもこれから行けないし、行けてない、お母さんも病気だ、牛乳もないない、なんて日だ。そう思ったジョバンニは心がバーンと弾けてですね、うんうん、ザネリとすれ違ってザネリたちをお祭りに行くんです。その逆方向走り出すんです。バーッと丘の上に登るんですね。ただ一人になりたくて、あまりにも辛いから丘の上でバーンと横になって空を眺めた。すると星空がキラキラと輝き出して、列車の中にいたんです。その列車、さあここから銀河鉄道の始まりです。急にじゃない、もう乗ってるの。そう、さーっといきなりいるんです。これが銀河鉄道のオープニングの演出なんですよ。これ乗った瞬間にってならなかったの、目の前にある人が乗ってたからなんです。誰が乗ってたのか、誰、そう、あんだけ話したかった二人きりになりたかった憧れの親友カンパネルラが目の前にいたんです、はいはいはい、なぜだろう、わからないけれども、カンパネルラはそこで口を開くんですね。次のページ、ザネリはもう帰ったよ、ね、まあ、ほっとしますよね。あ、ザネリもういないんだなと、お父さんが迎えに来たんだ、あ、なるほどな。その次に続けます、次のページ、お母さんは僕を許してくださるだろうか。これはちょっとよく意味がわからないな。これね、この段階ではよくわからないままできたんですよ。宮沢賢治が理想とするそういう生き方をした人としての象徴、それこそが次のページ、カンパネルラだったんじゃないかなって僕は思うんですね。ですからこの2つの作品は全く違う作品のようでいて、一つのことを言っているようにも見えるわけです。つまり宮沢賢治さんという人は作品を通してこういうことを伝えていたのかなと思ったんです。次のページ、すごいな、人のために生きることこそが本当の幸せなんだと。これ大きいテーマですよね。すごくこの人って純粋で理想の高い人だなって僕は思いました。ただこれがスッと入ってくる人ってそんなに多くはないかもしれないなとも思うんです。というのもあまりにも美しいじゃないですか、人のために生きて、それの究極として自分の命さえも使う覚悟を厭わない、それってあまりにも美しい。例えば綺麗事だっていうふうに済ませる人もいると思うんですね。ところがこの宮沢賢治の考え方っていうのはそういうふうには思われないで日本人の心に届いていることが多いんです。それはなぜか、それは雨にも負けずという作品、その発表のされ方にあったんです。実は雨にも負けずという歌、作品ではないんです。どういうことか、つまり次のページ、あれは死を目前にした賢治がただ自分のために書いたメモだったんです。どこかの出版社に持ち込んだわけでも誰かに見せたわけでもないんです。病の床で自分の死の危機を感じながら自分に宛てて書いたメモ、それが死後発見されてみんなの目に触れて我々に届いているということなんです。すごいことですよね。すごい、あれを自分だけのために書いていたんだと、それを知った時に我々はその背景も含めて宮沢賢治という人の考え方に触れるんですね。そして何を隠そう、銀河鉄道の夜もまた未発表の作品なんです。どこから本にされたわけではなく、死の直前まで推敲に推敲を重ねていた自分のための作品だったんですね。それが死後発見されて人に届いた、そういうことだったと。つまり宮沢賢治にとって死はすごくリアルなところにあったんですね。だからこそ彼にしか言えないメッセージをそこに託した。よくよく考えてみればですよ、もう一つの鍵であるあの銀河鉄道がなんであんなに美しかったのか、それは宇宙と岩手の間でありながら天国と現世との間でもあったからじゃないでしょうか。いろんなね、物語が死にゆく人々の恐怖を癒すためにいろんな物語を紡いできた、さあ旅がここから始まります、電車の旅となるとやっぱり見たいのは何でしょうね、路線図見たくないですか。おお、見たい見たい、旅といえばやっぱり路線図醍醐味ということで今回ご用意しました、銀河鉄道の路線図をまず見ていただきます。そうですか。次のページです、
これね、説明しますと左下の北十字という星座から右上の南十字という星を目指すんです。この北十字も南十字も実際にある星座です。そうです。ここに出てくる星々は全て実際にあります、うん、そしてこの綺麗な星の帯、これをですね天の川というんですね。うわ、皆さん、なるほど、これはですね天の川に沿って北十字から南十字に向かう電車なんです。ちなみに天の川というのは地球が太陽の周りを回ってて、その太陽を中心に回るグループを太陽系っていうのはご存知ですよね、うん、その太陽系の他にもそういうグループがあるっていうことはご存知ですか、うん、そのグループの集まりいっぱいあるんですよ。太陽系みたいななんとか系みたいなのがいっぱいあって、その塊を銀河という、うん、この銀河もたくさんあるんです、うん、なんとか銀河、なんとか銀河、その中でも我々のいる銀河のことを天の川銀河と呼ぶんです。この路線いよいよ出発しましょうか、はい、出発してですね、最初に泊まるのが白鳥の停車場というところです。白鳥座の近くの停車場に降りるんですね、うん、カンパネルラと一緒にね降りてみようかって言うんですね。駅舎はあるけど駅員はいない、なんだかぼーっと周りが光ってる。降りてみるとですね川が流れてるんです。河原なんですよ。でその砂利のところにいろいろ水たまりがあるんですけど、水も普通じゃないね、ちょんって足をつけると、足をつけた瞬間だけその水がポッと光る。綺麗ですよね。いや綺麗、ここ普通じゃないよって言いながらさっと砂利を手ですくう。見てカンパネルラ、これ全部水晶だよ。綺麗なんですよ。そこにあるものは全て美しい宝石や不思議な液体で満たされていたんです、うわ、この景色とてつもなく美しいので、ここが一番ファンを魅了させてるところなんですね、私が喋って説明するのもいいんですが、この風景に魅了されたクリエイターさんがそれを忠実に再現した映像を作った作品があるんですよ、それが非常に僕が見てですね、あ、これ素晴らしいなと思ったので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。見たい、映像で見る銀河鉄道の風景見ていただきたいと思います、はい、さあ銀河鉄道の風景を映像化した CG 作品、こちらブルーレイで出ています。さあまずはですね、こちらが丘の上でジョバンニが見てた風景です。あ、右下に何か櫓のようなものが見えますね。 あの櫓のようなものは三角標というもので、昔地図を作る時の測量なんかで使われたみたいです。ですから昔の田舎の風景にはこの三角標に魅了されると何度でも読みたくなるんです。ここをですよ、大好きな親友と旅できたら最高ですよね。旅するんです。いろんなものを見ます、いろんな会話をします。ここがとても美しい。だからこそこの授業ではその部分をお預けにしておきたいと思います。ここはですね、映像もいい、私の説明もいい、でも宮沢賢治の書いた文章で読むと最高に美しいです。お話はその旅をするだけでは終わらないんです、はい、とある駅で急展開を迎えていくんですね。次のページ、あれ、うん、わしの停車場で大勢の人が乗ってくるんだ。そう、ゾロゾロといろんな人が乗ってきます、うん、それまでもいろんな駅でですね人が乗ってきたりはしてるんですよ、うん、ところがここでゾロゾロゾローと乗ってきて、どこから来たんですかと何の気なしに聞いてみました、うん、はい、するとこんな答えが返ってきた。次のページ、私たちが乗っていた船は氷山にぶつかり座礁したせいで沈みました。それで今ここにいます。さあどういうことなのか、ちょっと衝撃のセリフですよね。え、何なの、どういうことなの、序盤にも思いました。ただですね、この船実は非常に有名な船なんですよ。そうなんです、次のページ、嘘だ、ここで、どういうこと、どういうこと、タイタニックだ。そう、かつてですねハリウッド映画でディカプリオ主演で大ヒットしたタイタニックという映画、皆さんご記憶にあると思います、はい、このタイタニック号というのは実在した船なんですよ、はいはいはい、そしてこの事件というのが、ケンジが16歳の時に起きた事件なんです、そう、つまり思春期の時に起きた強烈な大事件、それをケンジは自分の作品に後に取り入れたということなんです。なんだか現実のようなフィクションのようなわからない状態になってきましたよね。さあタイタニック号に乗っていたという人が乗っ
ってくるということはここでジョバンニも気づくわけですよ、もしかしてこれってそういうことなのかな、でもカンパネルラには聞けない、この人たちにも聞けない、そう思っていた時にとある音楽がどこかしらか流れてくる、その音楽がこちらです。ドボルザークという人が作った新世界という歌、新世界だ、まるで何かを暗示してるかのようですよね。どういう時に流れる音楽ですかね。先ほど言った下校の時とか、帰る時、図書館でも流れたことありません？閉館の時とか、何か終わる時によくかかる音楽ですよね。人工屋とかもそうだ。走行しているうちに電車はこちらへ向かうんです。次のページ、ちょっとやばいぞこれ。そう、終点である南十字星に向かうんです。士たちが乗っていた船は氷山にぶつかり座礁したせいで沈みました。それで今ここにいます。さあどういうことなのか、ちょっと衝撃のセリフですよね。何なの、どういうことなの、ジョバンニも思いました。ただですね、この船実は非常に有名な船なんですよ。そうなんです。次のページ、嘘だ、ここで、どういうこと、どういうこと、タイタニックだ。そう、かつてですねハリウッド映画でディカプリオ主演で大ヒットしたタイタニックという映画、皆さんご記憶にあると思います。このタイタニック号というのは実在した船なんですよ、そしてこの事件というのが、ケンジが16歳の時に起きた事件なんです。そう、つまり思春期の時に起きた強烈な大事件、それをケンジは自分の作品に後に取り入れたということなんです。なんだか現実のようなフィクションのようなわからない状態になってきましたよね。さあタイタニック号に乗っていたという人が乗ってくるということは、ここでジョバンニも気づくわけですよ、もしかしてこれってそういうことなのかな、でもカンパネルラには聞けない、この人たちにも聞けない、そう思っていた時にとある音楽がどこかしらか流れてくる、その音楽がこちらです。ドボルザークという人が作った新世界という歌、新世界だ、まるで何かを暗示してるかのようですよね。どういう時に流れる音楽ですかね。先ほど言った下校の時とか、帰る時、図書館でも流れたことありません？閉館の時とか、何か終わる時によくかかる音楽ですよね。人工屋とかもそうだ。走行しているうちに電車はこちらへ向かうんです。次のページ、ちょっとやばいぞこれ。そう、終点である南十字星に向かうんです。そう、この旅というのは思い出せば十字から十字へ向かう旅でしたよね、それも全て何かを意味していたのかもしれない。さあ南十字星にはですね、大きな大きな光り輝く十字架がそびえ立っているんです、そしてそれまで乗ってた全ての乗客がゾロゾロと降りていくんですね。でジョバンニはちょっと待ってよ、行かないでって言うんですが、みんなハレルヤハレルヤと言いながら十字架の方に歩いて行ってしまう。気づくと全ての乗客は降りて、電車の中には自分とカンパネルラだけになっていました、そして列車はですね終点を越えて少し走り出します、しかしそこはですね闇の中の方に近づいていくんですね、嫌な予感しますよね、不安なんです。ジョバンニもすごい不安になったんです。だから何回も言うんです、カンパネルラに、カンパネルラ、ね、僕たちずっと一緒にいようね、直接的、ドボルザークという人が作った新世界という歌、新世界だ、まるで何かを暗示してるかのようですよね。どういう時に流れる音楽ですかね。先ほど言った下校の時とか、帰る時、図書館でも流れたことありません？閉館の時とか、何か終わる時によくかかる音楽ですよね。人工屋とかもそうだ。走行しているうちに電車はこちらへ向かうんです。次のページ、ちょっとやばいぞこれ。そう、終点である南十字星に向かうんです。そう、この旅というのは思い出せば十字から十字へ向かう旅でしたよね、それも全て何かを意味していたのかもしれない。さあ南十字星にはですね大きな大きな光り輝く十字架がそびえ立っているんです、そしてそれまで乗ってた全ての乗客がゾロゾロと降りていくんですね、でジョバンニは
ちょっと待ってよ行かないでって言うんですが、みんなハレルヤハレルヤと言いながら十字架の方に歩いて行ってしまう。気づくと全ての乗客は降りて、電車の中には自分とカンパネルラだけになっていました、そして列車はですね終点を越えて少し走り出します、しかしそこはですね闇の中の方に近づいていくんですね、嫌な予感しますよね、不安なんです。序盤にもすごい不安になったんです。だから何回も言うんですカンパネルラに、カンパネルラ、ね、僕たちずっと一緒にいようね、直接的なことは言わないんです。だけどなんか嫌な予感がするから何度も言うんです、ね、カンパネルラお願いだから一緒にいてね、一緒にいようね、何度も確認した、その最後に確認した一言の時、ふとカンパネルラを見ると、次のページ、何、そこにカンパネルラはいなくなっていたんです。いない。ジョバンニは涙が溢れ出して叫びました、カンパネルラと。そしたら次のページ、元の丘の上で目が覚めた。何なのか、夢だったのかどうだったのか、ぼんやり意識はしているけれども起き上がって丘を下がるんですね、すると川の方に人だかりができてる、何だろう、何があったんですか、聞いてみる。すると次のページ、子供が川に落ちたんだと誰かが言うんです。やだやだ、もしかして誰ですか、聞くわけですよ、もしかしてって思うわけですよ、もしかして誰ですか、落ちたのはザネリだ。え、ザネリですか、え、じゃあザネリはどうなったんですか。ザネリは助かったよ、助かった、助けてくれたんだ友達が、誰ですか、誰がザネリを助けたんですか、一つのことを言っているようにも見えるわけです。つまり宮沢賢治さんという人は作品を通してこういうことを伝えていたのかなと思ったんです。次のページ、すごいな、人のために生きることこそが本当の幸せなんだと。これ大きいテーマですよね。すごくこの人って純粋で理想の高い人だなって僕は思いました。ただこれがスッと入ってくる人ってそんなに多くはないかもしれないなとも思うんです。というのもあまりにも美しいじゃないですか、人のために生きて、それの究極として自分の命さえも使う覚悟を厭わない、それってあまりにも美しい。例えば綺麗事だっていうふうに済ませる人もいると思うんですね。ところがこの宮沢賢治の考え方っていうのはそういうふうには思われないで日本人の心に届いてることが多いんです。それはなぜか、それは雨にも負けずという作品、その発表のされ方にあったんです。実は雨にも負けずという歌、作品ではないんです。どういうことか、つまり次のページ、あれは死を目前にした賢治がただ自分のために書いたメモだったんです。どこかの出版社に持ち込んだわけでも誰かに見せたわけでもないんです。病の床で自分の死の危機を感じながら自分に当てて書いたメモ、それが死後発見されてみんなの目に触れて我々に届いているということなんです。すごいことですよね。すごい、あれを自分だけのために書いていたんだと、それを知った時に我々はその背景も含めて宮沢賢治という人の考え方に触れるんですね。そして何を隠そう、銀河鉄道の夜もまた未発表の作品なんです。どこから本にされたわけではなく、死の直前まで推敲に推敲を重ねていた自分のための作品だったんですね。それが死後発見されて人に届いた、そういうことだったと。つまり宮沢賢治にとって死はすごくリアルなところにあったんですね。だからこそ彼にしか言えないメッセージをそこに託した。よくよく考えてみればですよ、もう一つの鍵であるあの銀河鉄道がなんであんなに美しかったのか、それは宇宙と岩手の間でありながら天国と現世との間でもあったからじゃないでしょうか。いろんなね物語が死にゆく人々の恐怖を癒すためにいろんな物語を紡いできたと思うんですよ。天使が運ぶとか仏様が迎えに来るとか、でもそうじゃない日本ならではの日本人にとってとても癒される美しい天国への旅立ち方、そんなものを宮沢賢治は彼独特の優しさで演出したのかなと僕は思ったんですね。
だからこそこんな教訓を言ったんですね、はい、そして郵便受け開けたんです、うん、すると次のページここへ来て痛恨のミスなんだ届いてないって何なんだ、うん、自分のだったら我慢しますけどお母さんにあげたいからこれ序盤で一生懸命この牛乳の配達元まで行くわけですよ、はい、すいませんと、うん、届いてなかったんですけどと、うんね、まあ、これ言ったらですね普通はまあ、あすいませんでしたこれすぐお持ちください、うん、なるわけですよね。そうでしょ。ところが次のページ、うん、担当者が不在なので明日来てくださいやだ何マニュアル対応この当時から今日欲しいのにと言いながらで帰ってる。それ普通に帰れたらまだよかったんですけどここで次のページ。グループ引きずれてわーゲラゲラゲラっていう声が向こうから聞こえてきた。あーやっべーザネリだと。でも一本道なんですよ。すれ違わなきゃいけないんですよ。気づかないで気づかないで、おいジョバンニじゃねえか言ってくるわけですね。おいジョバンニいるぞ、おいなんか歩いてんだけど、おい言われるわけですね。あ今度何言われるんだろう、またどんないじりされるんだろう、ザネリ言うわけです。おいラッコの上着マジで同じいじりしてきますからでもよく見てほしい。もっと嫌なのがですね、奥に見てください、これカンパネルラいるんですよ。本当だ、見ました。このカンパネルラというのはですね、ジョバンニの憧れの親友なんですね、うん、本当に大好きな友達なんですよ、うん、で2人だったら、まあ、気さくに話せる関係なんです。ところがやっぱりザネリの一味でかいので、友達の友達の付き合いで、まあ、ここにいなきゃいけないわけですよ。こういうことって昔ありませんでした。 あいつとは喋りたいんだけど、あいつの周りにあいつとあいついるからちょっと近づけねえなっていう時、標的にされちゃうみたいな感じ ね、あるね。だからカンパネルラも喋りたいけどちょっと近づけないな今はっていう申し訳なさそうな目で見てるし、ジョバンニも近づけない、うん、この感じ、これなんかみんなの心にちょっと分かるもんありますよね。そういうやついたなーなんつって。しかもそんな立て続けに起きたそんな嫌な日が、次のページ、まだお祭り、なんじゃそりゃ、町一番の大きなお祭りの日なんです。はい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 。振り返りましょう。父親をバカにされました、放課後のバイトきつかったです、お母さんは病気です、牛乳届いてません、マニュアル対応です、ザネリ来ました。そんな日がお祭りの日でした。お祭りにもこれから行けないし、行けてない、お母さんも病気だ、牛乳もないない、なんて日だそう思ったジョバンニは心がバーンと弾けてですね、うんうん、ザネリとすれ違ってザネリたちをお祭りに行くんです。その逆方向走り出すんです。バーッと丘の上に登るんですね。ただ一人になりたくて、あまりにも辛いから丘の上でバーンと横になって空を眺めた、すると星空がキラキラと輝き出して、あれ？